はい、皆さん、こんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか本日も引き続きご紹介していきますのはこちら。レトロイドポケット2プラスです。<laughs> 2の時これね。はい。えー、こちらは、えー、こちら、レトロイドポケット2プラスを、えー、製造しております。レトロイドポケットさん。本社の提供でお送りいたします。ありがとうございます。えー、ということで前回ね、もう徹底的に外観という外観をいろいろ見ていきましたね。ちょっと十字キーが心配だなとか、 えー、アナログスティックは、あのー、おじいさん好きそうなやつだけど、えっと、L3 とか R3 内容とか、で、ボタンは、えー、前回の、レトロイドポケット2と比べて、 ストロークの長い非常にこうクッション型に変わったということであったり、まあ一番楽しみなのは前回も僕がすごくまあ好評だったこのスピーカー部分ですね、フロントスピーカーでどんだけいい音が直感的に耳に入ってくるかっていうところら辺もね、いろいろ見ていきましたが、今回は電源を入れてですね、システム面を見ていこうと思います。それではちょっと発電源入れてみましょう。電源の方がね、こちらの方にあるので、こちらを多分長押しやと思います。 では電気入れていきますあバイブレーションあバイブレーション機能あるんですねうーんって言いましたね「レトロイドポケット」と出ましたね初めて本当に初めて <laughs> なんか見たことあるななん <laughs> やろデジャブかなおあ立ち上がりましたねえこれで立ち上がった あウェルカムトゥレトロイドポケット2プラスネクスト R1 を押すんですってここねあにえー、言葉を選んでくださいとまあアナザーランゲージですよね日本語あるのかなこんなえー、こんなんやと思わなかったねアナザーランゲージああこういう風な感じでアンドロイドみたいなのは選べるわけですねじゃあここで普通に日本語があると J のところに HIEJK あやか,らここかな,あないねんな一番下のいつもの漢字やから一番下みたいなことですねありましたね日本語はい日本があったんで日本語でこれ多分タッチパネルになってると思うんであ行いけましたねあ非常に感度いいですよ今スーッと上行きましたでこれで、えー、と設定ですね設定してあもうこれでいいのかな これで鳴ったのかな <laughs> もう一回見てみようかあ鳴ってますね鳴ってますねはい鳴ってますじゃあえっとこっちネクスタここは R かでコネクト・ザインターネットということで、えー、ここは w i f i 設定ですねちょっとや,やりますはいそれでは接続できたんで次やっていきますえ今タイムゾーンですねォータイムゾーンあ日本鳴ってるね たといえのはい、これでいけましたね。2本になりました。で、またこれで次ですね。R1。Google プレイサービス、エンブレム Google プレイサービス。あ、これはあエンブレムじゃんああ、えっといい。イナーブルやったっけイナーブルですね。Google プレイサービス欲しいんで、チェック入れたまま。これチェック外すと、たぶ入らないんでしょうね。では次。 えプリンストールアプリ。ああ、ダックステーションとかドルフィンとかありますね。ああ、困難して選べるんですね。うん、もうちょっといくつか入れましょうか。えシートラは確かあれですよね。えっと、3DS、えっと、やったかな確かね。えっと、3DS は試さないんで、ドルフィン、ダックステーション、 えとここでまあ事前にアプリケーションを入れれるようなんで入れたい人は入れてください。僕はちょっといくつか選びました。えー、セレクトランチャーというので、えー、レトロイドポケット2プラスランチャー、AOSP ランチャー。これ何やろね ?AOSP ランチャーで僕は知らないんで、まあ、レトロイドポケットランチャーにしましょうか。で、コンフィラクションコンプリートということで、い行けましたよということでスタートしてくださいってなってるんで、スタート。 ああ普通のアンドロイドではないんですね、これ。ああ、これはゲームを入れてないから、開かないということなのかな。クイック。あー、はあはあ、ははははい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 。えっ、ー、と、これですね、ここがトップページのようですね。 これはもうアンドロイドでね、俗に言うところのあ。開きました、開きました。アンドロイドですね。普通にアンドロイドが開きました。で、えっ、ー、と、Google Play s t をちょっと選んでみましょう。ちょっとね、タッチはグッと今押しましたね。ちょっとログインします。えー、はい、このようにですね、Google ストアにもアクセスすることができました。非常に簡単でしたね。ほうほうほうほほえー、はい、ということでね、ちょっと触りましたけど、 もう至って普通のアンドロイドです。で、えっ、ー、と、ま、あ見てもらってわかる通り、えっ、ー、と、ESA ですね。ESA SX2 とか、 デーモン PS2、ね、PS とかまあドラスティックあとまあこの後やりますけどもアンツツベン,チマークベンチマークなんかもダウンロードしてインストールすることができました普通にできましたなのでまあ普通にアンドロイドとして使うことがえっとできるようです、えー、まあ今触っててあの感じたのが非常にレスポンスはいいんですよもっと何かえっとメモリーがね2ギガっていうことになったんでちょっと重いかなとか思ったんですけど全然重くなくて非常にサク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 こんな感じで動きますただちょっと,えっと今色々 インストールししたたりしてえっと気づいたことがえっとタブボタンですねタタブボタンがえっとまあ画面上にはあるんですけどもちょっとここにあっても良かったかなと思います、えー、全画面になるようなこうアプリとかもあってこいつが消える時があるんですよねで下からグッと上げるんですけどもまあこっちにあった方がこう感覚的にポッポッとまああのタブを消していけるかなっていう気はしましたでもねあのこっち下からこういういう風なタブとか戻るとかホームボタンのメニューを出すのは非常にあの 精度はいいですタッチパネルの精度は非常にいいので、えー、この辺は非常にストレスなしにここまではやってこれてます。うんえー、ということでそれでは暗ンツツのベンチマークをちょっと走らせていこうと思います。はいえっ、ー、といつも通りちょっと縦になっちゃうのでこれでやっていきます。こっちかこうかあそこだけがあれで動画はこういうふうに流れるのかなちょっと見ていきましょう。 こでですね、えー、こちらの、えー、レトロイドポケット2プラスの暗殺ベンチマークのテスト結果が出ました。で、まあ一番わかりやすいのが、えー、RG552 ですね、えー。これとのちょっと比較を見てもらいます。ドン、えー。ということで、総合スコアの方は約ですけども1.4倍ぐらいかな。1.4倍ぐらい出てます。で、CPU の えー、CPU の性能は、まあ、ちょい上ですかね。1万ポイントぐらい上。で、GPU はですね、えっと、これね、RG552 と一緒で検査できないんですよね。これはなんでなのかちょっと分かんないですけども、まあ、ちょっとそういう結果です。でですね、メモリー周りも1万ポイントぐらい上。で、えっと、UX ですね、UI 周りは結構上で1万8千ポイントぐらい上に出てますんで、 えー、RG552 よりもちょっと GPU のポイントはわからないですけども、えー、その他のポイントは比較的にまあ上に出てるっていうことなので、まあ、この辺はゲームなどで大きな差が出るのかなっていう気はしますね特にまあ総合スコアが1.4倍なんでちょっとこの辺は楽しみですね GPU がなんで出ないんだろうなこれルート化こっちもルー,トルート化されてんのかなこれもで、えっと、設定の方ですえっとまあえっと初め言ってた通りメモリーは2ギガ で、アンドロイドのバージョンはやはり9ということになってます。で、モデルと,、えー、モデルとハードウェアは、えー、レトロイドポケット2プラスということになってますね。これをお伝えしておきます。えー、ということでいかがだったでしょうかえっ、ー、と、今回はね、こういうふうな UI になってるよっていうものと、えっ、ー、と、アンツ,ツベンチマークを見ていただきました。まあ、この小ささでですね、えっ、ー、と、RG552 の性能の上の数値が出てるっていうところは、まあ、やっぱり一番の ポイントになるでしょうしでメモリーが2ギガにしては非常にこの、えっと、UI 周りですねの動きがサクサクしていて全然ストレスもないのは良かったですね。あとやっぱりここにホームボタンがこの前についてるっていうのは何かあった時にはポッと戻れるしまあ この辺の辺タッチ操作ですねタッチの感度が非常にいいのでなんかねちょっとタッチが面倒くさいよっていうえっなことも海外のフォーラムの方ではちょっと散見されたので、えー、なんか感度とか悪いのかなって僕は英語できないんであの自動翻訳っていうのはあれですけども、えー、感度悪いのかなと思ってたんですけども全然そんなことなくて非常に感度はよくてストレスなくあの操作することができました。 で液晶もね、すごく綺麗で、何かね、ドカッとね、ものすごくこう光沢のある明るいっていう感じではないですけども、非常に見やすくてフラットな液晶になってます。えー、こちらの方ですね、レトロイドポケット2プラスは、えー、レトロイドポケットさんの公式ホームページで販売中です。こちら海外のショップになります。えー、そちらの方で金額が1万1374円。 レトロイドポケット2プラスが11,374でで発売中ですで送料等も、えっと、公式の方に問い合わせて教えてもらったんでここのえ金額の下のところに送料これぐらいかかりますよって2種類の,、ね、あの配送に対応してるようですねこの辺はまあ早い遅いっていうのがあるのかもしれないんでよかったら参考にしてください。 で、前回システムの時にちょっとお伝えできなくて、僕が、えっと、レトロイドポケットさんにお伝えして返信をもらってる項目があります。えっと、こちらのマイクロ SD カードの、えっと、最大容量、こちらはね、1TB まで対応してます。で、えー、で、あとね、マイクロ SD カードのフォーマット方式がですね、FAT32 以外にも EXFAT と えー、EXT4 ですね。えっ、ー、と、これに対応してるということなので、えー、これはなかなかいい情報じゃないかなと思いました。まあ、それぞれ試してみて、使ってみてください。えー、という感じでした。えー、次回からね、エミュレーター等を動かしていこうと思いますので、楽しみにしてください。えー、この動画で初めておじいさんのこと知ったよってしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。で、こちら、レトロイドポケット2プラスの商品リンクは、こちらの動画の下の概要欄のところにえ書いてますんで、そちらのリンクから飛んで買ってみてはいかがでしょうか。 それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。